皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうもこんにちは。ニコンさんの Z クリエイターズっていうページがありまして、その中でですね、私のことを紹介していただいたんですよ。大変光栄でございます。いろいろインタビューしてもらったんですけど、それをこうまとめていただいてるような感じのページになっております。でですね、中にその中から動画2つ見れるんですよね。まあ、どっちも私が制作させていただいたんですけども、結構ね、思いがけず気合の入ったものになったっていうか、すごくいい出来になったんじゃないかなって私も思うので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいですね。ちょっとだけね、動画を見て申し訳ないなと思うのは、私重度の花粉症患者なので、動画内の顔がねめちゃめちゃ疲れてたりとか、あとナレーション入れたんですよ、自分の声で。まあ、今まで出したことないようなこう低い声でナレーション入れたんですけど、そのナレーションの声もですね、ちょっと鼻声になってたりして、その辺聞きづらくてですね、申し訳ないなと思うんですけども、それも思い出かなと。今日ね、3月30日なんですけど、今日でその YouTube チャンネルを本格的に活動しますって宣言してからちょうど1年なんですよ。その1年の節目にですね、こうやってニコンさんのページに掲載していただいたっていうのは、なんかいい思い出になりましたね。で、今日の動画は改めて、そのニコンさんのカメラで撮る、ホーリーグレールタイムラプスっていうところに関して、現時点での、情報更新ということで皆さんに情報をお届けしたいなと思います。それでは行ってみましょう。ニコンさんの Z クリエイターズのページを見てからこの動画を見に来ていただけると、より内容が分かりやすいんじゃないかなと思います。まず、以前にですね、こういう動画を私公開しております。ニコンさんのカメラで、だけができるホーリーグレールタイムラプスっていう言い方をしています。でですね、この動画を公開した後にですね、いやそんなことねえだろと、俺のカメラでもできるぜみたいなね、そういう意見を結構いただいたんですよ。で、確かにね、情報がちょっと曖昧だったなと思って、反省をしまして、改めて、このニコンだけができるっていう意味を皆さんにご紹介したいと思います。まず定義したいと思います。まずオートホワイトバランスでできる。昼間から星空ってホワイトバランスもちろん変わりますから、その逆も同じですね。だからそういった光の変化、ホワイトバランスの変化も滑らかに表現してくれる。それから当然のことだから露出の変化を表現してくれるですね。昼間だと ISO100 とかね、でシャッタースピードが4000分の1とか8000分の1とかからスタートして、星空のタイムラプスになった時には感度が6400から12800まで上がって、シャッタースピードも20秒とか30秒まで遅くなります。その激しい露出変化を滑らかにしてくれるかどうか、もちろん逆もですね、星空から朝焼けに関しても。基本的にはこの2点なんですよ。つまり全てオートで画像処理もいらなくて、タイムラプス用のデフリッカーソフト LR タイムラプスとかの力も使わずに取って出しでやっても滑らかなオートホーリーグレールが描けるよっていうのが、ニコンだけができる、タイムラプスだよっていうことの意味だったんですね。で、最近のカメラには露出平滑化、富士フィルムとかだと露出平準化っていうんですけど、そういった機能がついてるじゃないですか。これがあればそのフリッカーがなくなるんじゃないかっていう話なんですけど、限界があります。一番そのフリッカーが起きやすいのは、やっぱその夕方から星に行くにかけてのその一番その暗さが極端に変わるところが、なかなかやっぱりね、フリッカーが出やすい環境になっちゃうんですよ。で、そこがどうしても描けない。だから夕方から、街の夜景とかね、そういう明るさがある程度確保されているところだったら、露出平滑化、露出平準化のついてるカメラでそこそこ行けます。まあ場合によるんですけど、実はこれも、反対は結構厳しいんですよね。夜景スタートから朝焼けとか、星空スタートから朝焼けっていう暗いところからスタートすることの方が結構難しいカメラが多かったかな。
でソニーの α7S3 にも撮影感覚優先ついてますよっていうコメントがあって、でですね、一応それ試したんですよ私も。でその時に撮影したホーリーグレールの動画がこれです。どうぞ。まあ、この動画はそのギリギリ星空が終わるぐらいのタイミングの明るいところから朝焼けっていうところを撮ったホーリーグレールだったんですけど、まあ見ての通りちょっと最初の方でチカチカっていう風な明るさのフリッカーが出て、で途中でホワイトバランスがカチッカチッカチッって変わってますよね。でこの動画でですね、ちゃんと皆さんに理解していただきたいのが、機能で解決する話じゃないんですよこれ。例えば露出平滑化、露出平準化がついてる、撮影感覚優先がついてる、上限感度が 12,800 まで設定できるとか、そういう問題じゃないんですよ。実際にやった時に本当に滑らかな露出変化が描けるかっていう、そういうチューニングがされてるかどうかっていうのがポイントなので、露出平滑化とか撮影感覚優先がついてるからできるじゃないんですよね。この点はですね、この動画で一番伝えたいところなんですよ。でそれができてるのが、まあ、ニコンだったっていうね、いう感じなんですよね。私もですね、本当ホーリーグレールは、まあ、この動画でこのチャンネルでまだ喋ってないこといっぱいありますけど、本当に苦労してですね、いろんなアプリとかタブレットとか機械とか使ってどうにかしてですね、オートでできねえかな、楽にできねえかなっていろいろ試してるんですよ。その分失敗経験もすごいたくさんしたんですね。だからこそこのニコンのカメラでこれが本当オートでできちゃったっていうのは、すごく感動したんですよね。で、さっきのですね、ソニーさんのそのアルファで撮った、タイムラプス、ちょっともう一回出しましょうか。こういうやつ、こういうやつですね。こういうやつ。これもですね、LR タイムラプスとか、タイムラプス用のデフリッカーソフトを使えば、ある程度直せます。露出の変化はこれなんとかなるけど、ホワイトバランスが切り替わるのがちょっと、厳しいかもしれないですけどね。ただですね、今まあニコンだけができるよっていう話をしてますけども、だんだんですねこの差がなくなってきてるなっていうのは痛感してます。先ほど見せた α7S3 のこのタイムラプスのホーリーグレールの動画も、私にしてみればですね、ここまで来たかっていう。タイムラプス用のデフリッカーソフトを持っている人であれば、使ってる人であればホワイトバランス固定にしてもう絞り優先でいっちゃって、この動画だったらいけるなっていう。もしかしたら、もう1年2年だったらニコンだけにできる機能じゃなくなるかもしれませんね。ニコンの Z5 と Z6II と Z7II にはカメラの中でね、動画にもできるっていう機能がついているので、まあ、この機能自体は珍しいことでもないんですけど、オートホーリーグレールを実現した上でカメラ内でタイムラプスの動画を作れるということは本当にパソコンいらずっていうことなので、これはね、初心者の人には本当ありがたいですよ。 Z5 とか値段も結構お買い求め安い方じゃないですか。だからやりたいなって思ってる人は Z5 とか狙い目だと思いますね。はい、というわけで今日お伝えしたかったのは、ニコンさんのそのオートホーリーグレールがすごいよ、ニコンだけができるよっていうことの、まあ、補足説明というか、前紹介した動画で、ちょっとそこは足りなかったなっていうふうに反省していたところだったので、このタイミングでですね情報を出させていただきました。でもまあ私もですね、こうは言っても、まあ、今はそういった機能があってもちろんニコン使ってるんですけど、自分の撮影にメリットがあると思えばニコン以外も使うので、そういった意味でも今後もですね、この撮影については、まあ、他のメーカーで、できるようになった、できるようになってないかっていうのは随時チェックしていきたいと思いますので、まあ、その都度ですね、お伝えしたいと思います。今日はじゃあここまでになります。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録と、あとリマインダー設定をオンにしていただくとですね、私が動画投稿した時に通知がいきますから、ぜひそういう風にやってくれると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。